アントニオ・ボルハ・ウォンパットはグアムから初めて選出されたアメリカ合衆国会員の大議員。1908年12月10日、ウォンパットはグアムの住まいで生まれた。地元の学校を卒業後、1926年から教師や校長として働いていた。1936年にグアム顧問議会に初めて選出され、1948年には、 グアム議会の議長となった。グアムは首都ワシントン DC に常駐の代表を置くことが決まり、ウォンパットは1965年に行われた選挙に民主党から出馬して当選し、初代ワシントン代表に就任。1968年選挙でも再選され、1970年までグアムのワシントン代表を務めた。その後、グアムに 会員大議員議席が与えられるようになり、1972年の選挙で、ウォンパットはグアム初の会員大議員に選出され、後に1984年の選挙で共和党のベンブラズに再選を阻まれるまで、大議員を6期務めた。ウォンパットはグアムのシナハニャで引退したが、晩年も議会周辺への働きかけを続け、最後はワシントン DC に近いメディーランド州。 シルバースプリングで心臓発作のため死去した。ウォンパットはグアムのピティにある大役軍人墓地に埋葬された。ウォンパットが亡くなった翌年の1988年、グアム国際空港は正式名称をアントニオ・ビー・ウォンパット国際空港に改められた。ありがとうございます。